ゆずきゆかりと、きずなあかりのパワポケ解説コーナー。今回の質問はこちら。パワポケではよく出てくる弾道上げ、これも最もするのが十三支と聞きましたが、実際どんな感じでやってるんですか？ということで、今回は十三支の弾道上げについて説明していくわね。そもそも弾道上げって何？それを詳しく説明すると YouTube 君に怒られるから、この動画を見て弾道上げが何なのか察してほしいわ。了解、楽しみにしてます。まずは13種について軽く説明しておくわね。パワポケ13の主人公は野球エリートで、幼い頃から結果を残してきている天才。高校も強豪校に入って活躍を期待されていたんだけど、怪我をしたせいで野球の弱い高校に転校させられて、そこから復活していくのが13種の物語よ。8種とかと違って王道野球漫画みたいでかっこいいですね。8種はだいぶ変化球だからね。そんな13種だからこそ体力もあり、いろいろな欲求もあるのよ。ん？欲求？1人目のお相手は木村彩香ちゃん。開拓高校野球部のマネージャーで13種に一目惚れしていた女の子。彼女とは夜の野外で弾道上げをすることになるわ。なるほど、弾道上げって外でやるスポーツか何かか。13種が告白する場面でさえ、かちゃんのお父さん関係の適正力に拉致されてしまうの。ラブコメからの超展開。そこでさえ、かちゃんの家のメイドロボと一緒に彼女を助けに行くことになるの。一般家庭のメイドロボって何？戦闘自体はメイドロボのジナイダちゃんが強すぎるから問題ないんだけどね。メイドとは一体？その後告白を再開して無事に成功。それはおめでたいわね。そこから13種が誰かに聞かれると燃えるタイプだと自己申告。ジナイダちゃんに聞かれていないか心配するさえ、かちゃんを置いておいて半ば強引にスタート。ここで弾道上げを行うことになるわ。あれ？これってもしかして？ちなみにジナイダちゃんはしっかり聞いてたわね。2人目のお相手は雨崎千早ちゃん。1歳下の幼馴染で才色兼備の完璧超人。年下完璧超人幼馴染美人って属性多すぎん？彼女もサイカちゃんと同じく野外で気持ちを確かめ合い、その後甘えてきて弾道上げをしているわ。ポンポン上がるな弾道。ちなみにこの後千早ちゃんは死ぬわ。はっ、死ぬ前に13種とつながりたかったのね。千早ちゃんの弾道上げは他にもあって、さっき死んだみたいに彼女の体には問題があるんだけど、それを治そうとした結果化け物になってしまうルートがあるの。デッド OR モンスターってこと？いろんな悪い怖い大人たちに追われる千早ちゃんは、13種を巻き込まないために嘘をついてまで離れようとするんだけど、13種に対する愛情は隠しきれなかった。それを理解した13種は強引に引き止めて夜の森の中で弾道上げをするわ。みんな夜の野外が好きやな。ちなみにこの様子は悪人たちに聞かれてたんだけど、結果的には悪人のやる気を削いで彼女たちを守る結果につながったわ。ちょっと待って、さっきのジナイダちゃんいるんだけど悪人だったの？こういうことに興味津々、なお年頃の悪人よ。まあでも今回は死なずに結ばれてよかったね。いや、この後に別の悪人たちに殺されるわ。なんでさ？死体も念入りに焼かれるわ。救いはないのかよ。救いは千早ちゃんと13種が一緒に逃げるルートにあるから安心しなさい。おお、愛の逃避行。このルートだと2人で悪人から逃げるんだけど、途中で世界最強と呼ばれる男に追いつかれてしまうの。でもそこで千早ちゃんが覚悟を見せることで見逃してもらえることになるわ。世界最強に追われるって何したの？相当長くなるから千早ちゃん紹介動画をまた今度作るわね。無事に悪人から逃げた2人は13種の約束を守る形で夜の森の中で弾道上げをするわ。千早ちゃん、弾道上げのレパートリー多いわね。ちなみにこのルートで選択肢を間違えると化け物になった千早ちゃんが強引に襲ってきての弾道上げになるわ。体力もめっちゃ減るし、かなり激しいプレイ内容だと予想されるわね。あ、もう完全に把握。3人目のお相手は二階堂誠ちゃん。彼女は転校前の13種の学校の剣道部員で、熱くまっすぐな気持ちのいい性格の女の子。パワポケ13の彼女の中では影が薄い方だけど、13種も何度も可愛いというくらい可愛い子よ。そんな彼女とはクリスマスイブの夜に遊園地で弾道上げをするわ。
遊園地で。2人はクリスマスイブということでプレゼントを用意していたんだけど、13種は観覧車に乗って渡したいと言って、そこで弾道上げをすることになるわ。何のプレゼントだよ、ホワイトクリスマスってか。体力が下がって体当たりがついているあたり、今回も激しめのプレーだったんでしょうね。もう隠す気ないなこいつ。4人目のお相手は一宮桜花ちゃん、上桜女学院のという学校の理事長代理で、両親はすでに他界しているなかなか大変な女の子。彼女に誕生日を祝ってもらった13種は朝まで一緒にいることを提案。おい高校生。常識面やヒットした際の心配などから一度は止めようとする桜花ちゃんだけど、最終的には13種の気持ちを受け入れるわ。お前一人暮らしをフル活用してないか、ご両親が天国からガン見してるぞ。そして2人は朝まで弾道上げをすることになるわ。ちなみに13種が投手だと伸び、野手だとパワーヒッターをゲットできるんだけど、何が伸びて何がヒットしたのかしらね。スタッフセクハラだぞ。朝チュンまで描かれていてリアルさがあるわね。ちなみにこのイベントの大分後に告白して彼氏彼女になるから、この時点では恋人でも何でもないわ。ご両親泣くぞおい。5人目のお相手は川田ゆらりちゃん、無表情で常に敬語だけど親友にはよくいたずらをする可愛い子よ。投稿主の性癖に一番刺さりそうな女の子ね。彼女は甲子園に行く直前の13種の家にアポなし突撃。13種もびっくりして家に入れて話を聞くことになるわ。随分と積極的な子ね。理由を聞くとしばらく会えなくなるから少しでも会っておきたいというゆらり。それは嬉しいけど、ゆっくりしていると親にバレずに家を出られなくなると困っている13種に朝まで一緒にいられる宣言をするゆらり。こうしてお泊まりが確定して、親が在宅中の13種の家で2人は隠れて声を潜めながら弾道上げをすることになるわ。無表情女子が自分にだけは積極的なしちゅ、これは弾道もビンビンね。もう開き直ったわねこの子。6人目のお相手は七島あさみちゃん、ドジで明るく活発なバスケ部エースと見せかけて実は寝相でなかなか心を開かない女の子よ。この子も投稿主の性癖にぶっ刺さってるわね。もう投稿主のライフはゼロよ。彼女と弾道上げをするのは甲子園出場を決めた試合の直後。学校に戻って教室で勝利の報告をすると、彼女は突然鍵を閉めるの。おいこの女まさか。そしてあさみちゃんは今は夏休みで誰もいないことやどんな声や物音を出しても誰も聞いていないことを説明してお誘い、それ以上の説明を恥ずかしがって困っていると13種が一言おいで、そして真夏の教室で激しく弾道上げをするわ。羨ましすぎる青春。ちなみにこの様子はバッチリとゆらりにバレていじり倒されて、恥ずかしさからあさみちゃんは逃亡することになるわ。いい性格してるわねこの子。ということで今回は13種の弾道上げについて解説してみたけど、どうだったかしら。弾道上げの意味が分かったからこそ、なんでこのゲームが全年齢向けなのか疑問に思ったわ。それは平成最大の謎ね。ちなみにパワポケ13にはあと一人、小木安子ちゃんっていう彼女候補がいるんだけど、その子は作中では表現されていないものの孫を作っていることがアルバムでわかるから、確実に弾道上げしてるわね。フルコンボだとん。13種は野球に打ち込む姿も逆境を乗り越える姿もかっこいいからモテるのよ。それにしたってモテすぎでしょ。それじゃあまた次回の動画で会いましょう。パワプロくんポケットフォーエバー。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、感想コメントお待ちしています。他の動画も見ていってくださいね。